前回の放送でローラーセッティングを一部変更しまして、マシンが安定して走行するようになりました。なので今回ノーマルモーターから変更してアトミックチューンモーターでまた走行の様子を見ていきましょう。ちなみにモーターを変更するときってどうもモーター部分が硬くて変更が大変なんですが、あらかじめスイッチ部分を少し削っておくとスイッチレバー部分を押すだけで簡単にモーターが交換できるようになるので、ぜひやってみてください。このように簡単にコースアウトしてしまうようになりました。では一体なぜコースアウトするのか、もう少し見てみましょう。はい、映像を見ると分かりやすいんですが、レーンチェンジをインコースからアウトコースへ移るとなるとマシンはこのように傾いてコースアウトしていきます。なのでレーンチェンジで傾かないためにはどうしたらいいか、まずはレーンチェンジで進入してくるタイミングですが、このタイミングでマシンが傾かないようにするためにマシンの正面から見て左側に理想を伸ばしてスタビライザーというものを立てます。説明書を見るとこのような取り付け方になりますが、もう少し細かいことを言うとスタビヘッドは反対に向ける方がコース復帰しやすくなります。ギアローラーも上段部分を上げることで、これでレーンチェンジでの傾きをいくらか抑えることができます。では今度レーンチェンジ後の体勢として、マシンが斜めに傾いた時の対策として、今度は上段ローラーを上げた反対側の下段ローラーをいくらか下げることによってフェンスへの食いつきを良くします。ただここで下段ローラーを下げる時の注意点としましては、ローラーが地上高から1ミリ以上のところに取り付けられているか、ブレーキステイよりも先にコースに設置しないかを気をつけましょう。あ、ちょっと怪しいかな。はい、これでレーンチェンジ対策のローラーセッティングができました。ただこれだとマシン左右のバランスが悪いので、バランスを整えたセッティングに直しますと、はい、このような形になりました。なので結果的に似たようなローラーセッティングになるかと思います。ではこちらのセッティングでもう一度走らせてみましょう。